ん、両機ですね、やっぱり両美両男を倒せ、はい、妹たちには負けられないわ、だってお姉ちゃんだもの、最後の一瞬まで。いやー、これはちょっと感動会になりそうっすね。8日目でございます。行きましょう。で、矢倉があと3つ、これで全部っすかね。行きましょう。行きますよ。行ってらっしゃい。戦う、戦って戦って戦い抜くの。うん、うんうん、あ、そうなんや。はー、いきます、りょうきさん。いや、かなりきついでしょう。もう一筋縄ではいかんからな。うん、やっぱりアスカなんだ。すげえ。勝ち抜き。そうやんな、すげえよな、両機一人でやってんだもんな。これで1対1ですね。お、もうすべての陶器の玉を打ち尽くしちゃった。そうですか、でも全力でいきます。おお、棺桶でここ戦うんですね。あ、違った、ごめんなさい。うん、すげえ、強え、両機5人相手にして。仁王立ちしとかんとな。さあ、最後の勝負よ。うわ、リョーナちゃん、熱っ。ここで両機か。来たのね。忍び学生としては失格だと思うけど、姉さんはっきり言うね。両備は妖魔も神楽もどうでもいいの。うん、あら、姉さんに勝ちたい。両備の願いはそれだけなの。ずいぶんと小さい願いなのね。小さいとか大きいとか両備には関係ないの。小さい胸でも思いがいっぱい詰まっていれば、それはもう爆乳って呼んでもいいはずだから。哲学だわー。勝手に突っ込むな、バカ犬。料理は何をやってもすごい姉さんに反抗してるだけの子供だった、うん、だから言っちゃったんだと思う。姉さんなんて死んじゃえって。でも今の両備は違う。そっぽを向いて反抗なんてしない。真正面から姉さんと向き合うから。おお、両備
忍びの誇りはいつでも高く持っているけど、妖魔から世界を救うことと忍びの最高位を目指すことは姉さんを乗り越えてからの話だから、劉備は姉さんに勝つ、そして姉さんを成仏させてあげる。うん、ああ劉備ちゃん素敵本当に立派になったわね。劉備ちゃんの気持ち、お姉ちゃんとても嬉しい。でも嬉しいからこそ返り討ちにしなくちゃね。病気お姉ちゃんはいつでも強く、どこでもたおやかに忍びの道を貫き通しますよ。さあ全力の本気でかかってきなさい。うん、行きましょう。で、ここなんだ、ここ、あ、両機が蘇った場所か。劉備、劉難を倒せ。鎮魂の森。最後の一瞬。ここで劉備が使えるんだね。もうガチで終盤やね。で、矢倉が3つあるっぽいんですよね。ちょっと待ってね。まあ、これ専属性ですね。まだ。変身してないですよ。レベルは13。オッケーオッケー、行きましょう。さあ、矢倉が どこにあるかだよな。あ、1個あった、1個あったけど、盾を吹き飛ばす。うわ、すえ、そう、銃と盾を使うんですよね。洗練戦もう行った、早っ。イエー、いや強っ、まあ、バーストリニューアル以来なんですけど、ヤグラのところ行けないよな。ちょっと一回探索するか。ちょっと一回洗練戦行こう。おお、強いね。さすがにいけないかな。こっちもいけないし、あ、でも今後多分いけるようになるんだろう。赤いもやは後からいけるようになる、確かに。で、黒いもやが消えないみたいな感じ。痛い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 。こっち行けるね、やっぱり。こっちは、こっちはまだ行けない。お、行ける行ける。これどこまで行けんの。
はいはいはい。こっちの矢倉も壊せるんやけど、こっちが正規ルートなのかな。一回矢倉壊すわ。いやあ、両機つえ。ショットガンだからな。そう、この3姉妹はみんな銃使うからね。両尾、両男、両機。こっちがなんか正規ルートっぽいな。どうなんだろうな。わからん。転身しましょうか。転身。ハッピーミサイル。一緒にあの世で過ごしましょうかと。はい、ハッピーミサイル。覚悟はいいですか？ハッピーミサイル。火炎忍玉くらえ。火炎忍玉くらえ。当てるのむず。待って、見えない。え、どうなってる？え、何があった？おい、ちょっと面倒くさい敵が残ってしまったな。キツ。めんどくさいんだよねこいつら。待って、はめられる。待って待って待って、はめ殺される。いや、ちょっとだるいなこいつら。やばい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 、まずい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 、ほんとにやばい。あっぶね。マジで危ない。え、何これ。あったあった、こんなとこにあるとは。いや、マジできつ。あの、でっかい
着ぐるみから出てくる女の子、あれほんとやばい、ハメ殺し食らう。ちょっと回復アイテムとかなかったっけ、もう取ったんだっけ、ほぼほぼ。あー取ったっぽいな、考えてなかったな。ああるわ、あるけど忍法のやつか。もう転身しちゃったからさ、こっちは？あ、行き止まりか。でもまあこっち行けるな。こっから来たんだっけ私。こっから来たよね。オッケーオッケー、了解。たまに迷子になるっていう。じゃあこの奥が正規ルートやね。止められないわよ。あ、来るね。領部、悪の誇りを舞い掲げるわ。やだ、悪の誇りを舞い掲げちゃう。いざ聖火の宴に舞い散。あーかん、やばいな。よいしょ。あーやば、まず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 、先にリョーナやな。よいしょ、あーうわそう、覇気で吹き飛ばされた。覇気使えんのひどいよな。まずと、待って、両備が厄介すぎる。うっそだろー、覇気がやばいってマジで、おかしいって。よいしょ、まずいマジでまずい、きつい。なあ倒しきれない。オッケー、おう、うわ、え、キノコが生えたんだが、よいしょ、ちょっと悪い、場所が悪い気がする。そう、壁側に行ったら本当にやばい。うわーやばいな、ちょっと場所が悪い。
いやあかん。なんか理不尽なこと多いよね。変身というか、あーよかったレベル上がったわ。奇跡、マジで奇跡。あざす。いやこっからないんよな。ちょっと難易度普通にしたら難しくないですかっていう。どれが強いかな。おおすごい、わあ。よいしょ、距離感がむずいな。これが邪魔だな。なんだこれ。くそ、ちょっと理不尽なことが多い。あ、プレイヤーもそうだけど。全然近づけんっすね、本当に。通常攻撃全部打てないもんな。あかん、あかんよ本当に。理不尽、まあ、俺も打てるときに打つけどさ。あ、キノコが生えてくる。なんだこのプルプルフィニッシュ。お姉ちゃんだし。いやかなり食らったね。かでしょうね多分。いや道中の敵がやばすぎだって。ボロボロです。お姉ちゃんの勝ちね。でもいい勝負でした。強すぎる。今のが全力、うん、あなたたちのお姉ちゃんに対する思いってこんなものだったの、うん、それじゃあお姉ちゃんは最後の櫓を壊しに行くから。あ、待って、残念だけどもう勝負は終わったのよ。今度は料理が行くパターンじゃないですか。ふざけないでよ姉さんこそ。今のが全力だったの。わかるよ、それぐらい。本気じゃなくてこれはすごいな。本気じゃないかぐらい。手加減して戦っておいて。姉さんこそ両備たちへの思いはそんなものなの。戦うんだったら殺す気で来い。それで死んだって本望。バカにしないで。両備は忍びなんだ。ごめんなさい、リョウビちゃんの言う通りだわ。お姉ちゃんが本気じゃないのにあなたたちに本気できなさいって言っても説得力ないものね。ボロボロだけど。わかったわ、勝負をやり直し。これ逆パターンありやな。今度は殺す気でいきます。あ、自分で持ったわ。まずい。ああ。これが本気な本気じゃ。今さら土下座しても許さんから。ちょっと待って。全然シリアスに思えない。あれ、え、どういう感じでいくのこれ。再戦みたいな感じ。あ、一旦終わり。
涼香は情けないな。ほんと情けなかった、すいませんでした。ん、全破壊ね。私も強くなれるみたいね。あざ、このあざはどうかしら。このあざはどうかしら。ん、ジャスミン編が解禁、涼気編、大道寺先輩編、リン編。おーらー、くそぼけるよ、見たアホンダのようなかかってこんかー。ひでえな、口がひどすぎ。え、これはどういうパターン。うん、うん、姉さん、ありがとう、本気になってくれて。本気の涼気お姉ちゃんの相手なら負けて死んでも思い残すことはないよ。いやー、なんかチュートリアルから締めをやるのこの二人っていいね。なんか最初から最後に戻ってくるみたいな。まあ簡単には負けないけどね。だってこのエスティバルバーサスって涼美と涼奈から始まったからね。ごめんね、ちょっとだけ元に戻らせて。自分で戻れるんかい。お姉ちゃん、最後に言いたいことがあるの。うん、言いたいこと。涼美ちゃんに死んじゃえって言われたこと気にしてないってのは嘘。そりゃそうよ。やっぱりそうだったんだ。ごめんなさい、劉備。なんて謝れば。ううん、謝るなんて逆。お姉ちゃん嬉しかったんだよ。え？ずっとお姉ちゃんの後を子犬みたいについてきていた涼美ちゃんがあんな風に反抗するようになって。ママ、成長したんだな、大人になったんだなって本当に嬉しかったの。だから涼美ちゃんと涼奈ちゃんも忍びになったら、姉も妹も関係なく同じ女の子として一緒に競い合ったり悩みを相談し合うのが本当に楽しみだったの。そうしたらまたきっと涼美ちゃんと仲良くできるって思ってたのよ。でもお姉ちゃんは死んじゃって、それができなくなって。そう、涼希も妖魔に殺されたんやもんな。だからね、謝るのはお姉ちゃんの方なの。ごめんね、死んじゃって本当にごめんね。これで言いたいことは終わり。さあ再開しましょう。リョーナ、死ぬ気で気合い入れなさい。うわ、涼美ちゃん、いつものちょうだい。バチン。このバカ犬のメス豚。ああ。絶対に勝つわよ。わおわおわお。ブヒブヒブヒ。だめだこりゃ。ああ。妹だろうが親だろうが、私の目の前に立つやつは。ああ、もうめちゃくちゃやで。涼な涼、涼美涼な、どっち使うんだこれ。これはどういう扱いになるの。千年祭8日目、涼気を倒せ。もう寮で行く感じか。涼
あ、協力しながら行く感じこれ。あ、多分そういう感じやな。最終戦。どこ行った？待て、スーパーアーマーついてる。おお強い。まあ最終戦やからな。うわ強いなこれ。これヒルマンパターンね。了解です。当たってない。うわすげえなロケラ。痛い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 。よいしょ。転身するんじゃなかったな。命がけするんじゃなかったな。いや協力必勝ランプ打てないのこれ。これ他に行けるとこあるかな。あ、これ行けないパターンかな。行けないパターンですね。やるか。ほい。硬い。おおおお。なんでもありやな。リョーナ死ぬって。リョーナ落ちたって。なんかないかな。え、なんもないやん。これはもうガチでやるしかないな。あースーパーアーマーついてるからな。動きも速いしね。それは避けらないな。なんか予備動作というか、わかんないよな。なんだろうな、俺らが攻撃したら向こうも攻撃してくるみたいな、なんかそんな感じはしますね。痛い。ほら。いてー。ガードした方がいいな。いてー。えいー、いった。 OK 決着。本当にな。んかもう一段階ありそうかなと思ったけど、
人の成長をしっかりと肌で感じられたわ。うん、もう心残りなんてない。この二人で締めんのか、最終戦は。良気、よくみんなの壁になってくれた。お、さゆり。心から礼を言うぞ。さゆり様。うん、良気さんは本当強かったです。アスカさん、目を覚ましたんですね。良気さんは壁じゃなくて盾でした。だって私たちのために体を張って戦ってくれたんですから。忍びにとって必要な力、刀と盾、良気さんから教わりました。ありがとうございます。うん、それではこれにて忍びの盆踊りはしまいとなる。優勝は比立蛇女子学園じゃ。あ、そうなんや。いや、あ、両機との最終戦では私たちも何もしていない。そっか、両美両奈だもんな。優勝したのは両美と両奈だ。なるほど、では優勝した褒美カグラについてじゃが。マジで今作は両美両奈が主人公みたいな感じでしたね。待って、両美は姉さんに先に負けてるから優勝は無効だよ。それに私はカグラのために忍びになったわけじゃないし、ヨウマと戦うことが任務になったら命をかけて戦うから、悪人の誇りにかけて。うん、そうか。うわー、いい一枚絵やな。私たちはカグラへの道を諦めたわけじゃないぞ。うん、さゆり、早く体調を元に戻しておけ。うん、元の世界に戻ったらもう一度挑戦しに行くからな。そして私はアスカより早くカグラになってみせる。ホムラちゃん、また私を引き合いに。ばっちゃん、私もカグラになりたいんだからね。早く元気になってまた相手をしてよ。ああ、いいじゃろ。二人ともいつでも来るといい。私たちも忍びとして成長し、うん、必ず神楽となってみせます。いつでも見守ってくれている大切な人がいるのですから。それでは三神楽三姉妹、終わりの儀式の準備じゃ。うわー、リョウビちゃん、リョウナちゃん、お姉ちゃんは世界で一番幸せなお姉ちゃんだったわ。リョウビたちも世界で一番幸せな妹だったよ。リョウナちゃんも世界そう思え。ありがとう、お姉ちゃん。うわ、リョウビちゃん、リョウナちゃん、ありがとう。さようなら。永遠に大好きよ。うわだよね、それなのになんで元の世界に帰れないの？ What？ 当たり前じゃ。まだまだ神楽千年祭は終わらんよ。え？ん？忍びの盆踊りで誰も優勝しとらんじゃないか。まあ確かにそうだな。うん、両備両奈だったからな。というわけで第2回
忍びだらけの水上運動会ポロリもあるよ。開催決定じゃ。いやそれはるかのやつや。え冗談じゃ冗談。要は忍びの盆踊りの再会ってことじゃ。えそれは望むところだ。第2章さゆり、お前の具合はどうなんだ。つか妖魔の剣どうすんだよ。足のことなら心配無用じゃ。スタミナドリンクを100本飲んだから完全復活じゃ。そんなで復活できんの。よかろう。ならば今度こそ誰が一番強いか決めようじゃないか。決める？確かめるの間違いじゃないのか。うん、私が最強ってことを。おお。よーし、私も頑張るからね。みんなには絶対負けないんだから。俺最後妖魔と戦うんかなと思ったんやけど、もうなんか終わりそうやね。ユミちゃんどうしたの？急に笑い出して。いえ、皆さんたちとの熱い夏がまだ続くかと思った。なんだか楽しくなってきて。楽しい？まあそう言われてみればお前たちと戦うのは面白い。当然だ、真剣勝負は楽しいに決まってる。さあ、ヤグラはどこだ。ヤグラを持ってこい。おお、いい一万円や。ユミちゃんの言う通りだね。この夏はすぐには終わりそうにないよ。いや、みやびめっちゃいい笑顔するやん。はい、待って、そのまま終わりそうなんだけど。忍びの定めは死の定め。おお、エンディングか。影に生まれて影に散る。忍びの定めは死の定め。それでも少女たちは忍びの道をひた走る。これ最初のやつか。片道切符の運命と知ってはいても止まることなどありはしない。うん、戦って泣き泣きましたね、僕。笑いもしました。戦って怒り、怒ってましたね。戦って悲しむ。うん、それが少女たちの青春である。鮮烈で寂しく孤独で熱い。自分のためでなく誰かのために命を懸ける。だから忍びの命は儚い。それは虫けらのような路上の屍。だから忍びの命は報われない、それは誰も知らない名もなき穴。故に輝く一瞬の命、それが戦乱神楽なり。うわ、タイトル回収、タイトル回収、名前回収、何回収って言うんだっけ。エンディングか。いやー、両備両名から始まったよね。うわー、
もう完全に涼希と涼美と涼奈の話なんていうか、でも半蔵とグレン隊はなんかまあちょこちょこ出てきたけど、完全にでも。あの子に会えてなくない？まだ。で、この3人。神楽巫女姉妹だっけ？まだ会えてないよな。声優が豪華やな。いやー、なんかもうちょっと見たいなっていうのはあるね。最初ヨーマとはどうなんのこれ。基本的にはこの8日間千年差を描く8日間を描く話元に戻って、あとはあの書道をお任せします。え、なんかね、一応続編はあるにはあるんですよね。ビーチビーチスプラッシュってやつ、あれはどうなんだろうね。一応考えてはやろうかなとは思ってるけど、ちょっと考え中ですね。なんか爆乳ハイパーアクションだけど、爆乳ハイパーバトルとかではないんだよ。ビーチビーチスプラッシュはスプラトゥーンみたいな感じなんですよね。半蔵学園と穂村グレンタはもうなんだろうな、脇役っていうのもちょっと悪いけど、まあなんていうかサブみたいな感じでしたね。で、三田倉三姉妹と蛇女、新生蛇女学園の決戦。だったかな、話、中心。まあ、涼美と涼奈が中心でしたけど。まさかラスボスが涼希とは思わなかった。あオイルのやつや。ひばりが切れたやつ。やっぱりなんか
お別れ系って俺やっぱ弱いんやなっていう、大体泣いてる。どの作品もほぼ泣いてるんだよね俺。つかこのエンディング使っていいんかな、知らんのやけど、めっちゃ神曲なんだな。うわカフルの、なんだっけ、お腹ダンス、もう泣きすぎ子供が出てこないよ。いや面白かったな。もうちょっと見たいなってのはありますね。戦乱神楽はどうなってるのか知らんけど、ありがとうマーベラスさん。いやー面白かったっす。なかなかいい評価ね。あ、ユーなんだ。俺カカと思ったよ。夏の終わり、はい、料金が使用可能になりました。はい、天使の輪っか、はい、最後あるある、めちゃくちゃなんかもらえる。よいしょ、これで本当に終わりですかね。あー終わりだ、終わっちゃった。終わっちゃったよ。なんかこれ続きそうだけど終わりなのか。そっか。んじゃあね、次回から。これにいたしましょう。特別任務もやりますけど、百花繚乱期かな。やっていきたいと思います。前回ちょっとイカルがやったんだけど、これ、ね、やったんやけど、これ全員分ねやっていきたいと思います。これトロフィーもね関連してくるんで、一人一人ちょっとやっていこうかなと思いますね。はい、どれにいたしましょう。いやーちょっとまだ、ね、作れるよねストーリー。これにいたしましょう。この千年祭終わった後どうすんねんみたいな。もうちょっとボリュームあるかなと思ったけど、あっちまで終わっちゃったね。私はいつまでもお待ちしております。はい、ちょっと購買部これにいたしましょう。いらっしゃいませ。あの子ってのは俺この子かと思ったのよ。お値引きはできませんよ。これ買っときましょうか。でなんか調べたところね、この子ね半蔵学園の1年生らしいんですよね。らしいっす。でカツラギに憧れて来たみたいな、らしいっす。結局あの子っていうのは誰だったのか。あんまりない、なかったね。んじゃあちょっとこれおみくじな、一括でやりたいんだけど、一個一個見てる時間かかるからな、これ。コインに
しますか？ガチャみたいな感じでやりたいんだけど、これ一個ずつしかできないから時間かかるんで、これは裏でやろうかなと思います。新商品が入荷したらお知らせしますね。ありがとうございます。どれにいたしましょう。それでは次回から、百花繚乱記やっていきますんで、これなんか一ちゃん楽しみ、やっていきますんでね、よろしくお願いします。じゃあチャンネル登録まだの方はチャンネル登録高評価お願いします。ではお疲れ様でした。またね。